皆さんこんにちは。大野めぐみです。藤沢達也です。毎週木曜日は得する情報満載の一盛り。今日私初登場となりました。よろしくお願いいたします。お願いします。一盛り。さあまずはそんな美味しいものに欠かせない油をご紹介していきます。こちら北連の 米油です。原料は北海道産の米ぬかのみを使っています。北海道産原料 100% なんですね。そうなんです。また血中の中性脂肪や総コレステロールを低下させる機能が報告されている成分ガンマ、オリザノールをはじめビタミン E、植物ステロールなどの栄養成分を含んだ機能性表示食品の油なんです。こちらどんな料理におすすめなんでしょうか。例えば炒め物ですとか天ぷら、フライ、唐揚げはもちろんドレッシングやチャーハンなど米料理にもよく合います。名前の通りお米に合う油なんですね。中でも今回は米油を使って唐揚げを作ってみました。藤沢さんどうぞ。はい、香ばしい香りが、ではいただきます。すごい漂ってきます、いい香り、しっかりこのサクサク感ありますし、こう肉汁の旨味も出てて、でもこれでいてヘルシーでこの美味しさっていうのが不思議だなって思いますね。嬉しいですしね。嬉しいし、確かにこれ白米進みます。進む。美味しい。抗酸化成分が豊富ですので酸化しにくく、冷めても美味しさが長持ちするというのも嬉しいポイントですよね。いろんなお料理に使える北連の米油、ご家庭用はもちろん5本セットになったギフト商品もあります。子育て世帯の皆様、お米牛乳子育て応援事業は第2弾の申請を受付中です。お米牛乳の商品券などがもらえます。期限までの申請をお忘れなく。詳しくは北海道お米牛乳で検索。お米牛乳の購入に使える商品券などがもらえる申請期限は今月30日までです。子育て世帯の皆さんはお忘れなく申請を。いちもり。ユーハ味覚糖のロングセラーミルクキャンディー特濃ミルク 8.2、 現在 BE:FIRST のジュノンさん、レオさんが出演する CM が放映中です。特濃ミルク 8.2 塩ミルクは程よい塩のアクセントが加わることによりミルクの甘みがさらに引き立ちます。また新商品の特濃ミルク 8.2 ザ抹茶も発売中です。いちもり。第一三共ヘルスケアは家族をつなぐ薬箱プロジェクトの第4弾を先月より開始しました。このプロジェクトは総合風邪薬ルルをはじめとした常備薬の定期的な見直しや使用期限の確認を推奨することを目的としています。また今回は家族のつながりをテーマに、この春上京する姉妹と母親の思いにフォーカスしたウェブムービーを公開しています。続いては山崎製パンの北条さんに現在行われている春のパン祭りについてご紹介いただきます。はい、山崎春のパン祭り、今年はこちらの白いスマートボールをプレゼントいたします。対象商品についている点数シール30点分で必ず1枚プレゼントします。いろいろなパンが対象になっていますね。はい、中でもおすすめの商品がこちら、丸ごとソーセージです。オーブントースターでさっと焼くと出来たての美味しさになるのでおすすめです。そしてもう一つ、薄皮シリーズです。薄い生地の中にたっぷりと具材が入った満足感のある一品で、粒あん、クリーム、チョコなどに加え、新たに薄皮卵パンなどグルメシリーズが登場しました。どうぞお召し上がりください。はい、いただきま す。もうすでにちょっと卵の香りが ごろっとしっかり卵が入っていて甘みもありますし、薄皮シリーズの生地感もそのままですね。これは軽い口当たりなので2個3個一気にいけちゃいそうです。ありがとうございます。山崎春のパン祭りは5月31日までです。詳しくは店頭のシール台紙またはホームページをご覧ください。この機会に美味しく食べて白いスマートボールを集めてみませんか。
歌手、声優など第一線でマルチな活動を続ける坂本真綾のニューシングル抱きしめてが現在発売中です。作詞作曲を手掛けたのは80年代から90年代にシンガーソングライターとして旋風を巻き起こした大江千里。優しく寄り添うようなバラードに仕上がっています。初回限定版にはライブブルーレイもついてきます。いちもり佐藤食品の佐藤の切り餅1本は食べたい時に手軽に食べられるスティックタイプのお餅です。焼いた後にハムとチーズを巻いたり、焼いてそのままカレーにつけたり、鍋に入れたりと食べ方のバリエーションが豊富。お餅の原料は全国各地の米どころで仕入れたもち米を厳しく検査し、独自の杵つき製法で突き上げています。いちもり。メナードはフェアルーセントのスキンケアシリーズを今月21日に4品同時にリニューアルします。フェアルーセントは誕生以来有効成分 APM を軸に最先端のシミ研究で開発した様々なサポート成分で進化を遂げてきました。研究を重ね生まれ変わったフェアルーセント、詳しくはメナードのホームページをご覧ください。いちもり。雪印メグミルクの牛乳や乳飲料のパッケージの一部が極うまボトルとしてリニューアルされ、新 CM の発表会が開かれました。イベントにはイメージキャラクターの純烈が CM さながらのバスローブ姿で登壇し、オリジナルソング恋の極うまボトルも披露。飲みやすく持ちやすくなった極うまボトルの魅力をアピールしました。この春からお弁当作りを頑張っている皆さん、レパートリー増やすの大変ですよね。そこで今回は簡単かつ美味しいちょっとだけ変化球なレシピご紹介します。お弁当にぴったりで一味変わったレシピがあると聞いてコープ札幌にやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はヤンバン韓国海苔を使った料理をご紹介いたします。こちらの韓国海苔は、本場韓国で30年渡り愛される韓国海苔の代表的なブランドでございます。原材料には韓国の西と南の海で採れた生海苔を名人が厳選し使用しております。まずはそのまま食べてみてください。ごま油の香りが香ばしくてたまらないです。またご飯も進みそうですね。そうですね。2回焼き製法でこだわりの食感を生み出しています。また高包装なのでしけらず、お弁当と一緒に持っていくだけで白いご飯が美味しく食べられます。そしてお弁当といえば卵焼きですよね。卵を巻くときにヤンバン韓国海苔を一緒に巻くだけで普段の卵焼きとは一味違う風味が楽しめます。うん、おいしい。もうこれはすぐにレパートリーに加えられますね。お弁当だけではありません。晩ご飯のメインの一品としておすすめなのはマグロの海苔包み。一口サイズのマグロをヤンバン韓国海苔で包むだけ。こちらもとっても簡単ですね。素材の味と海苔の風味をお楽しみいただけます。お店でも何度か試食を実施されたそうですが、いかがでしたか？お客さんからも美味しい、家でも作ってみたいと大好評です。そのままでもよし、アレンジおかずにもよし、トッピング、おやつ、お酒のおつまみ、幅広く楽しめるヤンバン韓国海苔、ぜひコープ札幌で買ってね。おやつとして大好きな韓国海苔、いろんなアレンジレシピもあるんです ね。とっても便利ですよね、ごま油の香りとパリパリの食感がたまらない、ヤンバン韓国海苔ご紹介しました。いちもり。ザ・グランド・アルトバイエルンは皮の食感やジューシー感だけではなく、肉を72時間熟成することにより本来の旨味を引き出したコクや深みを楽しめるウインナーです。
今ユニバーサルスタジオジャパン貸し切りナイトへの招待などが抽選で当たるキャンペーンを実施中です。詳しいことは伊藤ハムの公式ホームページで確認してみてください。いつもり。サムスンのスマートフォンギャラクシーから最新の AI 技術を搭載したギャラクシー S24 シリーズが登場。画面上の気になるものを円で囲むだけで検索できる囲って検索や、通話内容のリアルタイムでの通訳やメッセージ内容の翻訳が可能に。現在テレビアニメワンピースのコラボグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。いつもり。新千歳空港にある江崎グリコの生キャラメル専門店キャラメルキッチンでは、店舗内で製造した出来たての生キャラメルを販売しています。生キャラメルはアーモンド、ミルク、バターの3種類、たっぷりのバターで焼き上げたビスケットに生キャラメルを重ねたキャラメルビスケットも大人気です。またネットでも注文できます。詳しくはホームページをご覧ください。いつもり。サイボーズが提供するキントーンは、業務に使えるシステムを簡単に作成できるクラウドサービスで、国内3万3000社以上で利用されています。そんなキントーンの活用アイデアが詰まったキントーンハイブ札幌が今月26日に開催されます。日頃の業務でキントーンを使いこなすユーザーが集結し、業務改善につながる活用ノウハウを共有するライブイベントです。いつもり。カリフォルニアプルーン協会が復活始めようキャンペーンをスタートしました。復活とはカリフォルニアプルーンで気軽に始められる健康生活のことです。カリフォルニアの太陽と豊かな大地が甘くて美味しい良質なカリフォルニアプルーンを育てます。お腹や骨に嬉しい栄養素も含まれるので、毎日の健康をサポートしてくれます。明日4月19日は語呂合わせで飼育の日。藤沢さんが飼ってみたい動物は？僕アザラシ飼いたくて、うん、アザラシ、はい、あのぷよぷよフォルム大好きで、家のテレビの横にアザラシのフィギュア、うん、ずらっと結構並んでるんですよ。で、あのアザラシを枕にして寝たいです、うん、寝たい、寝たい、癒されそう、癒されそうなんですよ、うんうん、まあそんな広い部屋に住んでないんですけど、うん、しかも、ま、飼えないですしね、飼えないですね。さあ、いちもり、また来週お付き合いください。